はい、アベンです。今日は秋田市某所でちょっとね歩いてたらたまたま見つけたので写しております。こちら消火栓ですね。多分ね関東の人なんかはかなり昔に見て最近は全然見ないものだと思いますけど、秋田ではね結構某所にあるんですよ。でなんでかなと思ったんですけれども、上にこういう風に棒ついてますよね。多分冬の間消火栓が雪に埋もれてどこになっちゃうかあるか分かんなくなっちゃうんですよね。で関東なんかはあのマンホールみたいなところであって雪が降らねえからそれで分かるんですけど、やっぱ雪国だからこういうものが残ってるんだなっていう風に思った次第です。で何なんだっていうと、ただそれだけなんですけれども、多分ね若い方なんかは初めて見た人もいるのかなとかも思いながら、撮ってみました。以上でした。ご視聴ありがとうございました。平和な